はい,い、ウーシチューブでございます、えー。今回のアイテムはこいつだ。箱が潰れている。うん、これ SPO2003 ってしてあるな。まあ、まあ、新しいな。ね。ダストゴーグルです。ただね、これ、箱には、えー、2003年、 ほんまかなもうちょっとなんか合理的な新しいゴーグル使ってねって思うんですけど、これね、ゴーグルの上かにずっとね、サゴーグルサンウィンドアンドダスト1974ってしたんですよね。1974って入ってるんですね、ここに。よいしょ。5000とわからんかな。ね。 さあ、74年から形が変わってないのかな、みたいな。まあ、ナムセンの、まあ、代用品。まあ、ヘロメットにね、かけとく分には十分飾られてええんじゃないかな。あのー、ね、イベントの時とかに、この中に GoPro 仕込むのにね、使ったりとかしてたんですけど、<laughs> その予備として買いました。 で箱の中にはこの予備レンズがねこれはスモークもう一個入ってるこれもスモーク厚みが違うなんで2枚入ってんねやろほんまは色が違うまあ大して違って見えへんなうんまあ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 なぜか2枚入ってますまあ誰かのあのー、保管品で レンズだけ手に入れてセットで売られたのかも。オークションかなんかでね、中古で買ったんで。で、まあ、これちょっと箱がね、ちょっと潰れちゃってますけど、まあ、こういう OD のね、こういう箱に,に入って、えー、納品されてるんでしょうね。もう一個あります。これは、 ちょっとね、箱の作りも違いますね。紙箱は紙箱なんですけどね。明らかにね、まあこれ潰れてるっていうのはまあまあ保管が悪かったんでね。こう潰れてるだけですけど、まあ普通のボール紙ですよね。これなんかね、コーティングしてあるというかね、あのすごい立派な箱ですね。えー、ゴーグル1944タイプ うん、なんかこれ汚れてるな。ジェネラルあー、うん、こっちは。<coughs> <coughs> うん、うん、うん、うんまあよくわかんないですけど、まあ古いものであるのには違いないのかな。トゥ <coughs> プロテクティブマクシマムビジョンギアゴーグルアズローオンノーズアス うん、よくわかんないね、まあ、まあこんな感じですちょっと汚れちゃってるんでね読みにくいとこもあると思いますここにもこんなこと書いてありますねっで肝心な中身さっきのやつと見るとえっ、ー、とねぱっと見のねデザイン的なシルエットはよく似てます でもね、根本的に違うのはね、この顔に当たる部分がね、こいつはなんか後、後で貼っつけたスポンジがね、あの顔に当たる部分クッションになってます。こいつはもう水中メガネみたいにね、顔に当たる部分も全部ゴムでで,できてます。あとはまあこのバンドが OD かどうか。これね、今まで使ってるやつはこのバンドは OD やったと思います。これは新しいんで、あのー、 黒になってんのかもしれないですね。しょ。これでも、あれやな、こいつに GoPro 仕込もうと思うと、<laughs> この、ゴーグルのね、厚みがすごいない気がするね。この、ね。だから、これ、 これね、1944ってしてあるんですけど、多分、この1974年の型に変わるまでこれやったんじゃないのかなと思うんですよね。だからまあまあ、古いのを使っとく分にはね、いいのかなと思うんですけど、うわ、開けす、あ、開いてる予備レンズ。これもスモークのレンズがね、ついてます。 か紙でちょっとで養生ししてあるんんな、ね、潰したくないんで、ね、これちゃんと封筒に <laughs> 収まってて確認するのに誰か開けたんですねこれ、うん。でも50セントってしてある気がするな。これね、封筒に、ね。で裏には付け方が書いてあるのかな。こんなもう見たままで付けれるやろって感じもするんだけど。 あ、もう一つ外観的な特徴はね、この古い方のやつは、このバンドがね、このレンズに貫通してるんですよね。まあ、要はこのレンズの固定に一役買ってるのかなしゃあないな。はめてみようかな。 まあ別にこれで使う、これだけで使う分には問題ないんかな。うん、ああ、でも、うん。<laughs> まあでもやっぱり顔の形には合わんな。<laughs> 横がね、浮きますね。このサイドのところが。平たいのかな。アメリカ人は、あの、 顔が平らなんか彫りは深いでしょうけどねまあこれちょっとこれ GoPro に合わせてみるとやばいな来年はこれでいくつもりやったんやけど来年今年うんまあちょっとねまあいろいろねあの撮影方法というかねあのナムセンの頃の写真見てもね普通の兵隊がこういうのをねゴーグルにしてるやついますまあなんか こう爆破したりやとか、まあ、グレネード系持ってるやつとか7級持ってるやつはこれしてる手もあんま見たことないんでもうちょっと言うたら、まあ、バズーカとか持ってるやつんがしてるとまあ,あまあまあ普通はね車両なんですよね。車両を乗る人がやっぱりちょっと土ぼこりが入ってくると運転しにくいんで大体いい丸見えなんでねジープとか。 そういう人がこう運転する時にこういうのするのにいいんでしょうね。戦車兵とか。戦車兵はどうやったかなちゃんとゴーグルあったんかなあでもヘルメットにレンズはついてへんもんな。まあまあそういう人向けなんでしょうね。なので一般歩兵がヘルメットに声かけてるっていうのはまあまあまれにあるんでありはありやと思って僕も使ってたんですけどいわゆる一般的ではないんですよね。まあう どううしようかなって感じですまあまあこれはこれでねコレクションで持っといたらいいんじゃないですかねこの箱も大臣置いとかんとね。ってことで今回はこんなもんでええかなではでは。